家を飛び出して北海道で一番大きな野外フェスに出た。だけどそれでも足りないらしい。俺はまだ認めてもらえない。だったらもうかけるしかないよな、LR フェスに。主催は世界三大レーベルの一つダックリバー。デビュー、そして世界進出をかけたフェスだ。絶対に失敗するわけにはいかない。俺はこのフェスで優勝して、あいつらに。嘘だろ。ありがとうございます。アルゴナビスでした。本番1回目、なんとかやりきったな。みんな揃って演奏できたのがラストだけっていうのが悔しいけどね。悔しいなんてもんじゃないだろう。他の曲だって全力で最高の演奏ができてりゃ。くそ、何なんだよ一体。気持ちはわかるけど落ち着きなよユウ。これが落ち着いていられるかって。宇治川の件だけじゃない。こんなでかいフェスの本番で何度も音響トラブルが起きるのも、勝敗を決めるのにトラブルのリカバリーがいつも公平じゃない運営もおかしいだろう。俺は真剣なんだ。このフェスにかけてるんだよ。ユウ、成功させなきゃいけなかったんだ。いい加減にしてくれ。俺だって忙しい。そっちの都合で一方的に呼びつけられたら迷惑だ。何も知らないくせに勝手なこと言うなよ。グダグダ言う前に俺たちのステージを見ろ。話はそれからだ。成功させなきゃいけなかったのに。成功じゃなかったのかな。え？みんな諦めなかった。アルゴナビスの音楽を届けるために全力でやったんだ。最後のゴールライン、すごかった。きっと僕たちの思いはお客さんに届いたよ。レン、いろいろと気になることは多い。だが考えるのは後でもいいんじゃないか。今日はみんな疲れただろう。そんな涼しい顔で言われてもな。その悪かった。構わない。五稜が怒る気持ちはわかる。ほら、さっさと機材返しに行くよ。うん。ジャイロアクシアに借りたんだよね。多分まだ控え室にいると思う。新着メッセージはなしか。見なかったのかもしれねえな。結局あいつらに期待したところで無駄だったんだ。ユウ、もう行くよ。ああ、わかった。ユウがあんなに怒るなんてな。昨日はびっくりした。あれは
悪かったって。別に責めてるわけじゃないよ。ただレンがフェスに出たくないって言った時、ユウが言ったこと覚えてる？俺は参加したい。もちろんチャンスだっていうのはある。でもそれ以上に俺たちの音楽がどこまで通じるのかを試したいんだけど、メンバーに一人でも参加したくないって思うやつがいるなら参加しない。まあ大体は。でも昨日はフェスにかけてるって言ってたから、何か心境の変化があったのかと思って。あ、それ俺も気になってたんだよね。心境の変化っていうか、でかいチャンスなんだぜ。やるからには人生かける、それだけだ。みんなだって同じだろ。うん、そうだね。それより今後のことを話そうぜ。フェスはまだ続くんだしさ。また今回みたいなことが繰り返されたらたまったもんじゃないだろう。自分たちで何とかしなかったら演奏すらできなかったかも。いくらライブにトラブルはつきものって言っても、あれはありえないよ。あの音響トラブルも宇治川柊が関係してると思う？確証はないが、そうだったとしても不思議ではないな。レン君はノートと落書きの件の犯人が宇治川柊だったのを知ってたんだよね？うん、落書きされた日に柊君が来て言ってたんだ。黙っててごめん、万里とリュウは犯人探しまでしてたのに。謝ってくれたから許す。レン君が言えなかった理由はなんとなくわかるしさ。信じたくなかったんだろ？うん。気になるのは宇治川の目的だな。イプシロンファイが勝つための妨害工作なのか。本気でフェスをめちゃくちゃにしようとしているか。なあ、どちらにしても放ってはおけない。さっき五両も言っていたが、フェスはこれからも続くんだ。これからも続くか。フェアなステージだといいんだけどね。どういう意味だ？みんなも知ってるはずだよ。宇治川柊はダックリバー社の御曹司。そしてダックリバー社はLR フェスの主催者なんだ。フェスの結果が公平であるか疑わしいってことか。そこまでは言ってないよ。でも不信感があるのは否定できない。きっついな、運営を信じられないなんてさ。まさにこの前リオ君がダックリバーの人に言ってた通りの状況だよね。集中できる環境ならそうします。残念ながら今はそうではない。参加バンドが音楽に集中できる環境を作るのも主催者であるあなた方の仕事なのでは？状況は何も変わらなかったな。持ち帰って対応を検討するなんて言ってたのにね。これからどうする？とりあえず運営に問い合わせてみるか。問い合わせるって何を？社長の息子さんがやってることを把握してますとか、審査は公平なんですかとか。問い合わせて「はいそうです」なんて言うわけないよな。
僕は、シュー君と話したい。ちゃんと話して、どうしてあんなことをしたのか知りたいんだ。知ってどうするんだよ。シュー君を止めたい。話したって無駄だろ。周りを見下して、自分以外みんなバカだと思ってるようなやつだったしな。ああいうやつには何を言ったって通じねえんだ。ユート。そのつまりだ、レンが真剣なのはわかる。だけどどれだけ真摯に思いを伝えても聞く耳を持たない奴はいるんだ。宇治川柊もそうだと思う。あいつにレンの思いは伝わらない。レンが傷つくだけだ。でもやっぱり僕はもう一度柊君と話したい。いやだからさ。諦めなよ、ユウト君。こうなったら七星は効かないぞ。ああ、わかった。宇治川衆に話を聞きに行く。それでいいだろう。うん。ありがとう、ユウト。イプシロンファイのシェアハウスは六本木か。すごいところに住んでるよ。さすが御曹司って感じ。今なら宇治川もいるらしい。イプシロンファイの人の連絡先知ってたんだね。この前話を聞きに行った時に聞いたんだよ、ドラムのカラスマって子に。そうだったんだ。よりによってこの辺かよ。ま、偶然会うような相手じゃねえけど。ねえユウ、もしかして何かあった？何かってあっただろう、昨日のフェスで。そうじゃなくて、投げやりになってるっていうか、ユウらしくない。あれだけのことをされたんだ、宇治川に対してきつくもなるだろう。本当にそれだけ？他に何があるんだよ。ユウがそう言うならいいよ、無理に聞いたりしない。ああ。お待ちしておりました。どうぞこちらへ。お邪魔します。ん？宇治川はいないのか？先ほどまでいたのですが。彼に用事があると伝えたはずだが。俺が代わりに話を聞かせていただきます。どうかご容赦を。こんなことだろうと思ったぜ。そうだな。周りくどいの好きじゃないから単刀直入に行かせてもらうけど、ノートと落書きの件、やったのは宇治川くんだって本人から聞いたんだけど、その辺のこと君は知ってたのかな？その件については先ほど宇治川から聞きました。ご迷惑をおかけしたことを宇治川に代わってお詫びします。君に謝らせたかったわけじゃないんだけどね。あれ、お客さん、すっげー珍しいんだけど。君は？どうも、かなちゃんです。先輩たちはどうしたんですか？うちに用事？カラスマ先輩、今下打ちしなかった？挨拶しただけなのに。下打ちなんてしていない。大事な話をしているんだ。
お前は部屋に戻っていろ。いや、構わない。二条にも話を聞きたい。なになに、何の話？はあ、シュウ君がそんなことをね。彼がしているのはフェスを中止に追い込みかねない行為だ。見過ごせない。おっしゃる通りです。それで先輩たちはどうしたいの？シュウ君に自分がやりましたって白状させてやり返したいとか？違うよ。話を聞きに来たのはうちのボーカルが放っておけないと言ったからだよ。七星さんが？フェスでシュウ君の歌を聴いた時、すごく大きな感情がぶつかってきて飲み込まれそうになった。僕にはシュウ君が欲しくてたまらないって叫んでるように聞こえたんだ。シュウ君が何を求めているかはわからないけど、きっとシュウ君にとっても LR フェスは大事なステージなんだと思う。だからめちゃくちゃになんてさせちゃいけないんだ。欲しくてたまらないねえ。いい線いってるじゃん。どうすんの先輩。シュウ君あんなことになっちゃってさ。これまでと変わらない。俺たちの目的はただ一つ、 LR フェスでの優勝だ。結局何もわからなかったな。知らなかったって言われちゃったらね、これ以上追求のしようもないし、お手上げだよ。ベンは内側のことをあんな風に考えてたんだな。なのに俺は。あ、兄貴。え、ユータ君のお兄さん？え？待てよ、いつ何が決まったって。あれはトラブルが起きたからで。待ってください。代わりなんていない。僕たちには優が必要なんです。渡る？真剣に取り組んでいる人間の心を尊重できないことこそ恥ずべきなのでは。リオ、優斗くんが恥ずかしいことなんてないですよ。たまに突っ走っちゃうことがあっても、それがうちのリーダーだからね。バンリー、ユウトとステージに立つのはごっこ遊びなんかじゃないです。音楽は元気を、勇気をくれるから。そんな歌をここにいるみんなとなら届けられると思うから、全てをかけて歌うんだ。一人だってかけちゃいけないんです。レン、僕たちは同じ船に乗ってます。ユウがいたからここまで来ることができたんです。ユウはアルゴナビスのリーダーで、
ユーがいるここがアルゴナビスだから、誰もユーの代わりにはなれません。渡る、みんな。やめろ。俺のことは好きに言えばいい。だが仲間を悪く言うのは許さない。俺はここでやることがあるんだ。俺の生き方を認めろとは言わない。俺もあんたたちを理解できないしな。だけどこれだけは言わせてくれ。俺は諦めない。絶対に音楽を手放さない。生半可な気持ちでここにいるわけじゃないんだ。俺には俺の覚悟がある。俺たちアルゴナビスは音楽で世界を目指す。LRフェスで優勝するんだ。やっぱり分かってもらえないか。ユウ、追いかけないでいいの？いいんだ。俺は俺のやりたいことをやる。それでいい。なんか悪かったな。みんなを変なことに巻き込んじゃってさ。ユウの様子がおかしいから何かあるんだろうとは思ってた。お兄さん、フェスを見てたんだね。勝って見返したいとかさ、個人のことをバンドに持ち込むべきじゃなかったよな。本当すまなかった。反省してる。なんで個人のことを持ち込んじゃいけないわけ？全然いいじゃん。え、いやだってさ、優勝して有名になって稼ぎたい。これが俺の夢。ものすごく個人的なことなんだけど、何か間違ってる？間違ってねえな。でしょ？みんなそんなもんだって。じゃあ改めて、ユウトくんの夢は？俺は バンドで有名になって家族を見返したい。俺を認めさせたい。そのために LR フェスで優勝する。悪くない。有名にならないと稼げないしね。僕も一緒に頑張るよ、ユウト。みんな、うちのリーダーはバンドのことはみんなで話し合って決めるっていうくせに、自分のことになると途端に隠したがるよね。それは、その…ユウが言ってくれるのを待ってた。叶えよう、ユウの夢。メンバーの夢は全員の夢、だろ？僕たちが乗ってる船は全員の夢も乗せてるんだから。そうだな。俺たちは5人でアルゴナビスだ。みんな、これからもよろしく頼むぜ。